このどんどん虫なんかは昔あの漫才師がいて、あの人なんかあの妖精のですね、舞台でもやってはったぐらいの、うん、あの演目なんですよ。だから私こういったところであの覚えてたもんで、それはもう、まあ、10歳ぐらいの時覚えたもんいえいえ、はい、それではどうもごめんくださいませ。はい。